性教育の伝道、ようこそ創価女子短期大学へ。私たちは2年間で学生の皆さんの可能性を開き、学生の方々の夢を実現していくサポートをしてまいりたいと思っております。短期大学では現在3つの C ということを私叫び続けております。その3つの C というのは、1つはコンピューター iPad というのが出ました。それからキャリア教育の C、 そして英語教育、なぜいいじゃないのということなんですけど、コモンランゲージ、それからの世界の共通語になるかもしれない英語、この3つを基本的な力というふうに考えております。ファイナンシャルプランナーっていう仕事があるんですけど、そこに相談しに来たっていう想定です。で、43歳、夫43の下見ていただくと、住宅購入額が3000万だった。これが iPad で、本学の非常に特徴のある教育の一つです。現代ビジネス学科っていうのは、現代のビジネス、まさに現在行われていることを対象にしながら、実践性の高いことを指して現代ビジネス、それを対象とする学科が現代ビジネス学科という名称なんです。英語コミュニケーション学科では、国際感覚を身につけて、プラス女性としての教養、それから気品を身につけてですね、世の中の役に立つ人材を輩出するというのが大きな目標になっております。信号が青に変わった、これを英語で何と言うでしょう。 The traffic light turned、 その色、青はブルーなのか、それともそうでないのか。ここではブルー、ブルー、あるいはグリーンと書いてありますが、今日は現代ビジネス学科の iPad を活用した授業の体験を皆さんにしていただこうと思って、ちょっと準備をさせていただきました。で、皆さんが持っているイメージをちょっと上げてみましょう。どんなイメージになりますか？企業に対して持っているイメージっていうのはすごく大事なんですね。企業は小包み、パーソル、ポスティッジ、これは郵便料金という意味ですね。ポスティッジ、スタンプ、チャージ、チャージ、レシート、レシート、ビル、ビル。Good morning, Ms. Ledette. Dr. Yelder is waiting for you in the exam room. A の、はい、病院だと思う方、手を挙げてください。こんにちは。私が短大をご案内させていただきます。まずはあちら行きましょう。こちらがマリー・キュリー像です。短大生のシンボルとなっています。彼女の生き方に私たちは憧れています。こちらはキャリア支援室です。キャリアカウンセラーによる進路・就職相談を行っています。こちらはおしゃべりカフェです。学生生活や授業のことなど何でも相談できます。こちらはイングリッシュラウンジです。留学生と楽しく英会話ができます。 Hi, I'm Yan from Malaysia. Nice to meet you. How many people come today? We got a lot of people come today. They all enjoy it. こちらはパソコン室です。この椅子は長時間座っても疲れにくい設計になっています。こちらは花宝図書館です。ここには7万冊以上の図書や視聴覚教材があります。こちらは AV 自習室です。図書館で借りた DVD をソファーに座って見ることができます。短大には和室もあるんです。畳の部屋ってなんだか落ち着きますよね。こちらが電子黒板です。授業などで使います。このように文字が書けたり、インターネットに接続することもできます。こちらは
今年の春に完成した拡張ラウンジです。短大生同士で語り合える自由なスペースで、私のお気に入りの場所です。以上で案内を終わります。